臓器損傷庫、いざ出陣。関心董卓は倒れた。これでひとまず天下は静まるであろう。ご苦労であったな、孫権。お前の優先、私も聞き及んでおるぞ。は。しかし、呂布が董卓を裏切るとはな。いささか拍子抜けよ。董卓はこの燕本所自ら討つつもりであったもの。時に孫権、お前を呼んだのは他でもない。今後のことについて話をしようと思ったのだ。董卓が倒れ、連合軍は解散となった。だが各地へ戻った諸侯に不穏な気配がある。これを捨ておけば第二第三の董卓が生まれよう。帝をないがしろにし、天下を欲しいままにせんとする輩が。特に演術などは私に含むところがあるようだ。そこで仮に、いや万が一だ、もしも私と演術が戦うようなことがあれば、その時はこの燕本所に着くのだ。悪いようにはせんと約束しよう。孫昌公、孫権の子であり、孫策、孫権の妹である。鮮やかな武技と容姿の美しさから九陽鬼と称えられていた。明るく活発、勝ち気な性格で反董卓連合軍の戦いにも同行。孫昌公は孫家の明るい未来を信じ、調査への帰路についた。孫権殿、燕将は何と。いざという時に組みせよと。要は配下になれという誘いだった。なんと、燕将め、何をもってそのようなことを。無論これよりの騒乱のためであろう。董卓の騒ぎで各地の軍友は目を覚ました。天下とは力で手が届くものだと気がついたのだ。ならば董卓を破った我らの武を頼むのは道理よ。なるほど、目立ちすぎるのも考えものですな。でもよ親父、燕将に着いたりはしねえんだろ。ああ、誘いは断ってきた。燕家の争いに俺たちが加わる理由も必要もない。それより皆の意見を聞きたい。あの玉璽をどう扱うべきか。あれですな、まったく厄介なものを拾ってしまわれましたわい。玉璽ってのはそんなに大層なもんなのか。かつてかの右王が宮廷という聖堂の叶えを作った。それは王権の証とされ、歴代の王朝に引き継がれた。だが宮廷は秦の時代に失われた。その後代わりに作られたのがあの玉璽だ。すなわち玉璽を持つ者こそ天命を受けし王、天下を統べる資格を持っているのだ。じゃあそれが父様の手にあるっていうことは。父上、危険です。もし父上が玉璽を持っていると世に知られれば、逆賊の烙印を押されかねません。いいじゃねえか、ケン。玉璽を持ってる親父が天命を受けてんだろ。だったら親父が天下を取っちまえばいい話だぜ。兄上、そんな無茶な。勢いだけで言ってるでしょう、作兄様。ちっ、なんだよ二人とも。それに玉璽が他の奴の手に渡る方が危ねえだろ。何をするか分からねえぜ。それは確かに、董卓のような者が現れないとも限りません。うん、
今は俺が持っておくのが最善か。危険ではありますが、事前かと。わかった。みんな、玉璽のことは忘れよ。さて、戦は終わったのだ。俺たちも調査に戻るとしよう。帰ったら炎術のもとへ向かう。何でも俺に話があるらしい。さっきの炎章の話の後だ。何やらきな臭いがな。父様ならきっと何でもうまくやってくれるわ。玉璽のことだって炎術のことだって。そうよ、きっと悪いことなんて起きないんだから。また会ったな。これから調査に戻るか、孫権。ああ、そうそうよ、いろいろと世話になった。礼を言う。それはわしのセリフよ。ところで、炎章の誘いを断ったそうだな。おお、耳が早いな。お前にはどう聞こえた？賢明な判断だ。あの者にお主は漁船。意外だな。お前と炎章は窮地だと聞いていたが。窮地だからこそよ。人の再感は情ではなく断りにて測るもの。わしの目には炎章よりもお主の方が大気に映る。尊敬よ、これより天下は戦乱渦巻く時代へと踏み入れる。おそらくは炎術と炎章の衝突が呼び水となろう。さっきアーは言ったが、炎章はやはり窮地。わしは当面炎章に組する。願わくはお主とは戦いたくないものよ。わかった、心に留め置こう。では、さらばだ孫権。互いに生きていれば、またどこかで会おう。炎術には気をつけるのだな。どういうことだ？いずれわかる。くっついたな。ここに炎術がいるか。しかし迎えもよこさぬとは、いかなる了見か。
まあ気にすることはあるまい。皆長旅で疲れているだろう。演術への挨拶は明日にして、今日は休むとしよう。うん、賛成。ここは我らが手を貸さねばなるまい。急ぎ加勢するぞ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
今は何か音がしなかったか。何者か。このような時間に失礼。下級にて要件だけ申し上げます。まもなくここに賊が押し入ります。急ぎ支度を。なんと、どういうことだ。説明している暇はありません。さあ早く。孫権を捕らえろ。他の者は殺して構わん。玉璽だ。玉璽を奪え。玉璽が目的か。よもや。まあよい、まずは敵兵を蹴散らすぞ。敵もやるみてえだな。そうこなくっちゃったぜ。こちらが不利か。何の逆境を切り開くことこそ武の神髄よ。一筋縄ではいかぬか。厳しいか。これが窮地であればこそ歯切るのも事実よ。こっちは不利か。活躍すれば目立ちそうだな。強盗の虎、孫権殿ですな。賊のことを知らせてくれたのはお前か。感謝する。は、恐縮です。君はロシク。ロシクではないか。あなたは周瑜殿。そうか、孫家に仕えていたか。殿、この者は私の知己、信頼できる男です。改めて、ロシケイと申します。今は、炎術殿に仕える身です。そして、先ほどの賊は、炎術殿の私兵です。なんと、炎術殿がわしらを、いや、殿を狙ったというのか。おそらく狙いは、孫権殿が持つ伝国の玉璽。それを奪うため、賊を装った兵を差し向けたのです。玉璽だと。どこからか話が漏れたか。玉璽を拾うところ、誰かに見られたのかもしれませんな。ことは先ほどの襲撃だけではありません。炎術殿は孫権殿の奥方をさらい質に取っています。なんだと。嘘、母様が。我が主ながら卑劣な策です。感化できずこうしてお伝えに参った次第です。己演術、ただでは済まさんぞ。ああ、絶対許しちゃおけねえ。てめえが何をしたか思い知らせてやるぜ。二人とも落ち着くのだ。軽々に動けば御母堂の命が危ういぞ。ロシクと言ったな。重ねて礼を言う。ついでと言ってはなんだが、頼みを聞いてくれるか。今すぐ炎術と話がしたい。部室に入り込む手引きをしてくれ。は、喜んで。殿、お一人では危険です。わしもご一緒しましょうぞ。なあ、こら、お前だけ目立つな。殿、俺も行きますよ。バカ者、敵中に忍び込むのだ。目立ってどうする。友は一人でいい。他の皆はここで待っていてくれ。心配しなくても大丈夫よ。父様、母様だって強いもの。
今頃炎術も手を焼いてるんじゃないかしら。もしかしたら後悔してるかも。おお私が相手をしてやろう。光栄に思うがいい。ねえ、王国はまだか。孫権さえ捕らえれば玉璽はわしのものになるのだ。おお、ようやく来た。孫権、なぜお前がここに。炎術殿に置かれてはご壮健なようで何を。我が妻がこちらで世話になっていると聞いた。一言お礼をと思いまかり越した次第だ。待て、お前は何か誤解している。おお、誤解とは。主演、そう、主演だ。我が妻が主演を開こうと言い出してな。それでお前の妻を招いただけなのだ。それは結構。ならばすぐに帰ってくると思ってよろしい。もちろんだ。後でそちらに送り届けよう。そう言われて俺がおとなしく引き下がると思うか。炎術よ、玉璽が欲しければくれてやる。代わりに妻を返せ。傷一つつけてみろ。涙の粒一つ流させてみろ。容赦はせん。地の果てまで追ってでもお前を斬る。武を頼みに凄むか。それではこの乱世をしのぎきれぬと知っておろう。高等の虎よ、ここは一つ取引と行こうぞ。わしは近く紀州の異母系本所炎章と私有を決するつもりだ。その時そなたは奴ではなくこのわしに組みせよ。わしが炎章に勝利した暁にはそなたの立身も栄達も望むままにしてやろう。ゆえに今はさじに肯定せずわしと組むのだ。玉璽もよこせ、味方もしろ。さらには妻をさらっておいてさじと言い放つか。炎術よ、何様のつもりだ。その何様かになろうというのだ。わしはそなたとて孫家の安泰は望むところであろう。ならば今誰と組むべきかはよく考えるべきよ。くだらん駆け引きだ。だがそのくだらなさの中に現実もある。今はお前の言葉を入れておこう。ただし次はない。俺の家族に手を出したらただでは済まさん。血をまさぐることの恐ろしさを知ってもらう。良いな炎術殿。俺はお前に組みするが、そ
それだけは忘れるな。うん、わかった。奥方はすぐにそちらへ返すよう手配しよう。そなたへは追って沙汰するゆえしばし待つのだ。命令通り炎術に玉璽を渡してきた。孫権殿、これでよろしかったのか。ああ、玉璽などいらん。妻が無事に戻ってくるなら喜んでくれてやろう。いやはや、全く殿らしい。しかし炎術は玉璽をどう使うつもりか、いささか気にはなりますの。でも母様が無事で本当によかった。ご母道は今疲れて眠っています。母上は気丈ですが、やはり気を張られていたかと。しかし炎術を脅して譲歩させるとは、どちらが質を取っていたのか分かりませんな。やっぱ親父はすげえぜ。何倍も兵力がある炎術を黙らせちまうんだからよ。いや、まんまとやられたさ。玉璽も取られ、炎章との戦いにも巻き込まれた。炎術、さすがに狡猾な男だ。致し方ないかと。どの道天下の騒乱と無縁ではいられますまい。炎術は城陽を攻めろと言ってきたのでしたな。いよいよ炎章との戦端を開く腹か。城陽か。炎章と同盟を結ぶ劉表の勢力下ですね。まずは背後を抑えようということでしょう。父上、ここは私たちにお任せください。父上にばかり苦労はさせられません。お、いいじゃねえか、ケン。当然俺も行くぜ。いいだろう、無事。私も行くわ。孫家のみんなのためだもの。サク、ケン、ショウコ。よし、わかった。ならば行くか、城陽へ。では俺はそろそろ行きます。孫家の武運を祈っています。ロシク、世話になった。改めて礼を言う。よかったら俺と共に来ないか。もったいないお言葉です。ですが炎術は今回の俺の行動を許さないでしょう。一度姿を隠そうと思います。いつかまたお会いできたなら、その時は。ああ、わかった。その時を楽しみにしているぞ。いつか共に靴輪を並べよう、ロシク。ええ、周遊殿もお元気で。ロシクか、いいやつねえか。気に入ったぜ。ああ、ああいう男と共にかけたいものだ。よし、では行くぞ。これより我々は城陽を攻略する。
実は感謝します。でもよ、本当に良かったのか親父、演術なんかに手を貸しちまってよ。サク、お前も言っていただろう、演術は俺たちの数倍の兵を持っているのだ。常陽を攻めなければ俺たちが演術に攻められよう。今は従う他にないということですね。ああ、だが炎術と炎章がぶつかれば動く気はある。今はその時を逃さぬようにするのだ。いつか父様は言ってたわね、新たな時代を築くって。俺がそんなことを言ったか？おいおい親父、それはねえぜ。まあ聞け。俺が望むのは皆の安寧だ。国や天下といったものにこだわるつもりはない。孫家は、いや俺はあくまで官室の臣だが、己の身は己で守らねばならん。今江東五の地がどうなっているか知っているか？五は殿の故郷でしたな。今はだいぶ荒れ果てていると聞きますが。あの地には炎術や炎章のような大勢力がない。だから諸侯の小競り合いが続き、賊がはびこる。仮に俺がその騒乱を平定したとて、官室に背くことにはならんだろう。江東に割拠する諸侯を制し、五の地を平定する。そして力を蓄え、炎術炎章に並ぶ地盤を築く。すなわち孫悪くない響きか。いや、殿はさすがだな。ああ、やっぱ親父はすげえぜ。だがそれにはまずこの戦に勝たなければな。俺たちの未来は俺たちの手で切り開くのだ。駆けよ、大式虎たちよ。流氷を打ち倒し、常陽に我らの武を示すぞ。
ここで防御体制を取るのだ。よっこどもめ、ガラ交換者の指を見よや。みんな一斉にいいかげんは、敵は一平たりとも逃がすれないぞ。矢の雨が行く手を阻んでおるか、弓兵の無力化が先決であろう。
ここで防御体制を取るのだ。その老頭め、ここは一度引いて様子を見るか。敵将コウソメは逃げ去ったわ。さあ城陽へ向け進軍するぞ。敵将打ち取った。よし、私たちの勝ちね。将来を嘱望される逸材よ。お見事。いやはやとてもいませんな。
の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。孫権が攻めてきただと。誰でもいい、あの獰猛な虎を止めよう。兵器部隊配置につけ。孫権どもをこの城陽に近づけるな。若輩よ、我が輩に続け。いざ敵陣へ。戦の主導権は我らにあり。激しく攻め立てよ。王幸福、やらいでか。わしらは敵の兵器を潰そうぞ。上陽守る、我ここ通さぬ。我お前倒せ。トラよ、ここで果てよ。このようなところで俺は親父。父上、だとしても貴様は見せられるな。よっ、はっ、けい、すっきり出す。
前たちが切り開くのだ。冗談だろ、親父。親父。嘘。嫌よ、父様。医者は、早く医者を。殿はもう亡くなられている。ああ、殿。殿。なんでだよ。なんだってこんなことに。孫賢殿。父様、目を開けて。ダメよ、私たちを置いていかないで。お願いよ父様。父様。さて、これからどうしたものかの。孫賢殿なくして我らもなし。孫家の将兵は炎術の軍に兵丼されるか。それは嫌だな。俺は殿だから戦ってきたんだ。炎術の下につくくらいなら俺は抜けるわ。気持ちはわかる。だが孫作殿と孫賢殿、そして姫様を置いてか。それは。お主の道はお主が決めよう。だがまずは殿の墓前に挨拶を済ませていけ。親父。兄上、私たちはこれからどうすれば。孫作、君が立たねば孫賢殿の夢もついえるぞ。ああ、分かってる、分かってるさ。落ち込んでる暇はねえぜ。賢、諸子、親父が残してくれた夢、俺たちが受け継ぐんだ。兄上は強いですね。おう、ケン、俺を誰だと思ってんだ。作兄様、泣いてるの。そんなわけあるかよ。将軍は俺を誰だと思ってんだ。俺は高等の虎、孫賢の息子だぜ。作兄様。兄上、孫作。行くぜ、ケン、ショウコ、シェユ。親父の夢、高等の孫悟、俺たちの手で築くんだ。殿、似てますか。ご子息らは皆ご立派に。泣くな、見苦しい。行くぞ郊外。我が輩らにはやるべきことがある。すまん、先に行ってくれ。年のせいかの、目の前がにじんでおるわ。お主もか。宗師が簡単に泣きおって、若輩者どもには付き合っておれん。孫賢殿、虎の意志確かに受け継がれましたぞ。